ビールゲーム、ビールゲーム、英語、ザビアゲー、ザビアゲーム、または、ザビアディストリビューションゲーは、マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院の教授グループがサプライチェーンマネジメントに関する重要ないくつかの原理を実際に見せるために、1960年代に考案したシミュレーションゲームである。ゲームのテーマは、 ビールを流通させて、市場の顧客の需要に応えることである。ビールはいくつかの組織が連なるサプライチェーンを通じて供給され、1チームが1つのサプライチェーンとしてプレイする。このサプライチェーンを運営し、受注残や在庫のコストを最小限にすることを目指す。1チームは4人かそれ以上の人数からなり、しばしば激しい競い合いとなる。1時間から1時間半程度で終わる。 このゲームは教育や研究の一環として行われることも多く、通常、その後ゲームと同じくらいの時間をかけて経過報告会を行い、それぞれのチームの結果のレビューと反省点を話し合う。このゲームを行うことにより、システムダイナミクスの基本原則やシステム思考の重要性を学習することができる。ゲームは概ね次のように進められる。 4人以上で1チームを構成する。チームのメンバーはそれぞれ小売り、リテイラー、二次卸し、ホールセール、一次卸し、ディストリビュータ、工場、ファクトリーの4つのユニットを受け持つ。それぞれのユニットを1人で受け持つことにすれば1チーム4人となり、4人以上の場合は、1つのユニットを複数のプレイヤーで受け持つ。一チームを一つのサプライチェーンと見立て、各ユニットは、 サプライチェーン上の企業、組織と見かけている。通常、この他に各チームから独立したゲームリーダーと呼ばれるゲームの進行係がある。教育や研究などの目的でプレイヤーが全くの初心者である場合、このゲームリーダーがルールを説明し、プレイヤーが正しくプレイしているかどうか確認することになる。必要な道具はゲームボード、 57cm180cm とトークン、記録用紙、紙、カード、筆記用具、電卓などである。トークンはコイン、マッチ棒など何でも良い。一つのトークンはビール1ケースと見立てられている。トークンは400から500ケース分用意する10ケースを表す。別のトークンを併用することもできる。最初に、それぞれのユニットに、 いくつか決められた数のトークンを置いておく。ゲームは1ターンごとに区切られ、35から50ターンに行って、勝敗を決める。1ターンの中でプレイヤーは次のことを行う。工場は、発注数を上流に渡す代わりに、生産指示を出したとして、製造、マニファクチャリングに自分が決めた数のトークンを置く。小売りが受け取る注文は、あらかじめ用意された発注カードの山から取る。 発注カードの山の中の発注数とその順番は各チームで同じである。プレイ中にチーム内の他のユニットの在庫を見ることは構わないが、他のユニットのプレイヤー同士で情報交換をしたり、方針を相談したりしてはいけない。一つ下流のユニットの出すオーダーだけが自分が受け取る情報である。ゲームの勝敗を決める点数はコストに見立てられる。例えば、 在庫1トークンに対して0.5ドル、受注算1トークンに対して1ドルというように、あらかじめ在庫と受注算に対するコストを決めておう。各ターンごとに在庫内し受注算の数を記録し、ゲームが終わった後で、チーム全体でかかったコストを計算する。総コストが最も少ないチームが勝ちとなる。ゲームが終了した後、各ユニットの在庫量、発注量や、 受注算をグラフにしてみると興味深いことがわかる。実際に小売りが受け取る顧客からの注文数は対して変化がないのにチームの各ユニットの各指標は激しく変動する。上流、工場か工場に近い方で変動が大きくなるというブルーイップ効果を乱すこともできる。プレイヤーは自分のチーム、サプライチェーンで受注算や在庫が過剰になっている状態を何とか 元に戻そうと必死に試み、プレイヤー同士様子を見ながら、プレイを進める。互いに情報交換をできないので、それぞれが一体チームの他のメンバーは、このゲームを分かってやってるんだろうか。市場の顧客の需要が、受注剤や在庫を巨大に膨れ上がらせるくらいに、不安定なんだろうというようなことを考えるものである。チームによって、数量の代償はあっても、変化の様子は、 どのチームもほとんど変わらないことから変化はシステムのプロセスからもたらされていることがわかる。実際、顧客からの注文が週によって変わらなく、しかもプレイヤーにそれを知らせておいてもやはり下流で変動が観察される。各ユニットの諸指標の変動は顧客の注文数や個々のプレイヤーの振る舞いが主たる原因ではなく、システムの構造から必然的に引き起こされているのである。 よく調べてみると、プレイヤーは、意思決定の際、発注数を決める際、フィードバックの誤認を起こしている。つまり、アクションを起こしたが、その結果が現れていない、ということを考えに入れないのである。さらに言えば、自分の決定が、周りの状況に影響を与えていることに気がつかない。自分は、外的要因に対応して、在庫をコントロールしているだけのつもりでいいのだが、現実には、 そのシステムを構成しているプレイヤーが、システム全体、サプライチェーンに強い影響を及ぼしているのである。実際、サプライチェーン全体を考慮し、発注から納入までの時間差を考慮して、発注数を決定するチームは、良いパフォーマンスを示す。マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院のスターマンは、このようなビールゲームの場合でいうところの需要を予測し、 発注数を決定するというようなシステムに対する反応、フィードバックの特徴を天気予報と対比させて説明している。つまり天気を予想し、その結果に基づいて天気予報の精度を高めようすることは天気に対して何の影響ももたらさない。しかしシステムの中で状況に反応することは、そのこと自体がシステム全体に影響を及ぼし、 状況を変化させているのである。パソコン上で走るビールゲームのためのツールパソコンなしでビールゲームをプレイするためのゲームセット。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。